さあ、それでは優勝ジョッキーインタビューでございます。今年の JBC クラシック見事に制しました田辺博信騎手でございます。おめでとうございます。どうもありがとうございました。今ですね、古谷さんとレース振り返っていたんですが、とにかく田辺さんのペース配分が絶妙だというお話でした。道中いかがでした？そうですね、まあ逃げようと思って逃げてたわけじゃないんですけども、先行した馬はいる中でこれっていう逃げ馬もいなかったんで、もし自分がゲート上手に出れれば行きたいなっていうのは頭の中にありましたんでね、まああとはどれだけ引きつけて、まあ馬をなだめて直線まで持ってこれるかってずっと考えてました。そのコパのリッキーとの、まあ道中の会話なんですが、うまくなだめられたという感じでしょうか？いや、さすがに後ろからこう馬が迫るとちょっとかかる面があるんで、その行きたい気持ちを抑えるのは少しね大変な部分もあったんですけども、まあ、前回の大井の時よりはだいぶ感じよく走ってました。そして直線、まあ後続の突き放した方がですね、本当に一瞬にブンと突き放す感じでした。強いなと思ったんですが。そうですね、まあ僕もそれは強いなと思いました。ここまで直線も伸びて完勝してくれると本当に楽しみですね。田辺ジョッキーから見てコパのリッキーいいところってどこでしょう？いいところですか？まあ騎手の指示に対してすごい素直なんですよね。いや、結構素直で走る馬っていうのはなかなかいなくて、それがすごいところだなと思います。さあ、そして震災復興から行われた JBC、 今日主役を田辺ジョッキーが務めてくれた形になりました。お集まりいただいたファンの皆様に一言お願いいたします。寒い中この盛岡競馬場まで来ていただいて本当にありがとうございました。ここでレースした馬は JRA で走ってても結構、強い馬ばかりだと思うんで、まあ、これからも、まあ、盛岡競馬場もそうですけど JRA で走る時も応援に来てやってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。田辺博信騎手にお話を伺いました。